皆さんお疲れ様です。今日も一緒に頑張っていきましょう。レッツワーク。今回は体幹を鍛えることでお腹を引き締めていくトレーニングです。たった4分なので楽しみながら頑張りましょう。1種目目は腕を肩の前に置いて寝たような姿勢で体を浮かしてキープです。腰が下がらないように頑張ってキープしていきましょう。次は普通のプランクです。2種目目、腕は床と垂直にし全身でバランスを取りながらキープしていきましょう。体幹トレーニングはお腹の内側、インナーマッスルを主に鍛えられます。引き締め効果抜群なので一緒に頑張っていきましょう。次は腕を伸ばした状態でキープです。背中と腰がまっすぐになるようにキープしていきましょう。次は同じ体勢のまま足を上げていきます。腰を軽く曲げて膝を胸に近づけるように足を上げていきましょう。あと少しで休憩です。頑張りましょう。お疲れ様です。休憩です。次は膝と肩をくっつけるぐらい足を上げていきます。楽しみながら頑張っていきましょう。開始です。なるべく腰が上下しないように姿勢を維持したまま足を上げていきましょう。この種目は特に脇腹を刺激する種目です。次は腰を左右にひねっていく種目です。腰が床にくっつくぐらいひねっていきましょう。この種目も脇腹に直接ダイレクトに効く種目です。次はお尻を高く上げる種目です。肩とお尻が一直線になるようなイメージでやってみましょう。その時に腹筋が縮まって効いている感覚があれば OK です。次は足を上げたままキープです。どちらの足でも大丈夫です。上げやすい方の足を上げてキープしていきましょう。残り10秒です。あと少しで休憩なんで頑張って。お疲れ様です。休憩です。次はまたまた寝たままキープです。残り3種目なんであと少し頑張りましょう。頭と腕をくっつけることでより体勢がきつくなり効果的です。きつくなってきてると思いますがあと少しなんで頑張りましょう。次は普通のプランクです。さあ残り2種目です。きつくてもお尻が上がらないように耐えていきましょう。次で最後です。ラストは大の字の姿勢でキープです。いよいよ最後の種目です。なるべく手足を広げてキープしていきましょう。これが一番きつい種目ですがこれで終わりなんであと少し頑張りましょう。ラスト10秒です。3、2、1。お疲れ様でした。ウィーン、お疲れ様でした。無理のない範囲でトレーニングを楽しみながら頑張っていきましょう。今回のトレーニングがいいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。
そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。